コインを投げて表が出たらお前に会いに行こうと思ってたんだが、7回目でやっと表が出た。気に入るだろうと思って持ってきた。それは平和の時代の地図だ。全然参考にならない。
本当らしい。本に記されているのはここまでだ。その後のことは全部俺が旅の途中で聞いたことだ。人から人へ伝わったことだし、内容もいろいろだったから、実際はどうだったのかわからない。問題はそこだ。実際に何が起きたのかは誰にもわからないんだ。そのある日、探検家が地下から出てくると薬剤が消えていた。豊かだった土地は砂漠に変わって、いつの間にかエデンの噂が広まっていった。気にするだろうとは思ってたけど、まあいいさ、一緒に答えを探しに行こうじゃないか。今からお前の行き先が俺の行き先だ。大昔のツアー広告の宣伝文句みたいだろ。これは証人なりの保険ってやつだ。これを処理したいんだ。そこで待っていてくれるか。大丈夫さ。どこも痛くないし、おかしなところもない。ちょっと頭がクラクラするだけだ。ただの副作用だろう。痛み止め薬を飲むと眠くなるみたいなものだよ。
これでお前を守れたのか。楽勝だな。忘れたのか。俺がここにいるぞ。それから海辺に家があって、まるで現実のようだった。俺はどうしてしまったんだ。驚かせたなら悪い。いい大人が悪夢に怯えるなんておかしいよな。
語か詩でも読んでくれれば元気が出る気がする。